バイオリンとピアノのための競争曲に蝶々、k ンハング5 6 3 1 5 f は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した未完の競争曲。ピアノとバイオリンのための競争曲と表記されることも、ある。作曲が進められたのは1778年のマンハイムで、同地で行われていた、アマチュアの集まりやだみでアマチュアズのために書かれる、はずだった。 モーツァルト自身がピアノ独奏を受け持ち、マンハイム宮廷管弦楽団のコンサートマスターだったイグナーツ・フレンツルがバイオリン独奏を弾く予定となっていた。このことについては同年11月12日付の父レオポルトへの手紙に述べられている。モーツァルトが作曲したのは第一楽章アレグロの最初の120小説のみであり、 そのうち74小節目までが完全に書かれている。音楽詩屋のアルフレート・アインシュタインは、マンハイムのオーケストラが散り散りになり、モーツァルトがフレンツル以外と共演する気がなかったために作曲が中断されたのだと考えていたが、プファルツ選定校、カールディオドールがミュンヘンへと移るのに伴って、宮廷管弦楽団の大部分が移動したのは、その年の初めの方の出来事であった。 そのため、アマチュアの集まりが、マイハイム宮廷還元楽団の代わりとなったのである。最も可能性が高いと考えられるのは、モーツァルトが1778年12月に、パリへ向かうためマイハイムを去ることになったことであり、集まりが、作曲者の思っていたほど早くには、活動を始めていなかったことも一因であろう。彼が、なぜ移動中 およびザルツブルクへ戻った後にこの競争曲の作曲を継続しなかったのかはよくわかっていない。なお、アインシュタインはこの曲を素晴らしいトルソー、傑作一つの損失と述べて未完に終わったことを惜しんでいる。アレグロ、二丁丁、四分の四拍子、競争そなた形式。トランペットとティンパニの入った、還元楽により華やかな第一主題。 穏やかな第二主題が2丁調で提示された後、75小節目からバイオリン独奏により、新たな主題が提示され、ピアノが絡んでいく。そして、第二主題へと移行する途中の120小節目で、スケッチは途切れている。演奏時間は約3分半。この曲は、ロバート・レヴィンとフィリップ・ウィルビーによる保筆版が存在する。ウィルビー保筆版・ウィルビーは、 同曲作曲後に出版された、バイオリン・ソナタ第30番がこの曲のスケッチをもとに、作曲されたと仮説を立て、第1楽章の保筆とともに、ソナタの第2、第3楽章をオーケストレーションして用いている。現在では、複数の録音がある。アレグロ、2長調、4分の4拍子、アンダンティーのカンタービレ、と長調、4分の3拍子アレグレット、マイナスアレグロ、2長調、 4分の2拍子から8分の6拍子演奏時間は合計で約26分。ありがとうございます。